さあ、ブレジアさん、アッキーでーす。お、どうも、アッキーです。はい、ということで今回は高橋一生っぽく自撮りできるか選手権。はい、ということでね、はい、今回は高橋一生さんっぽく自撮りをしていこうと。なるほど。はい、ルールは一発勝負と。オーケーっす。で、高橋一生さんっぽいのを第三者にこう決めてもらおうじゃないかという感じでね、やっていきたいと思います。さっきトイレ行ってたんですけど、ちょっとね、俺自分はもう見えてるんですよね。なるほどね。やっぱ、あれですかね、メガネなしよ。そこは表現の自由なんで。メガネ、そうだ。うわ、やべえ、むずいな。やべえ、むずっ。やばい、これ作った。完全にこれ迷った。あ、でも、意外と見えるかもしれん。マジで。角度がこうそうしたら。マジで。僕の作品。こちらです。どうですかね。なんか、アンディ。いや、これむずいなぁ。アウトとか言いそうな。高橋先生もわかるんだけど、誰かに似てんだよ。あいつっぽくではない、オトハの夫のやつの上やん。あー、確かに、藤井隆。藤井隆。あー、確かに。次、僕ですね。はい、僕、いきます。お、早いな。ひどすぎる。いや、マジでマジでもうワンテイク撮りてぇ。でもね、見えなくもないな。おぉ、普通の自撮りっちゃ普通の自撮りなんだけど、はいはいはい、まあ、高橋一生感はある。おぉ、寡黙な感じの、はいはいはい、これドン。あ、まあ確かに分からなくもないんだよなぁ。ポイントじゃなくて首をってなった。あー、なるほどね。ちょっとブレてるんですよ。形から入るって感じか。そうだ、まあ、これで勝負ですね。そうっすね。はい、僕でも母親とかに聞いてきます。おー、いいっすね。ちょっと僕の口から発表させていただきます。代弁です。はい、なんと選ばれたのは、はい、僕です。いや、まずでも最初の回答はどっちも違い。まあ、まあ確かにね。どっちも違い。苦肉の策です。あー、なるほどね。じゃあもう、まあ、大体こう低いの低いレベルで30点ぐらい。なるほどね。ちょっと自信あったんだよな。ちょっとね、藤井隆。